コーヒー引きコーヒーの歴史ではコーヒーの木の利用と栽培及びコーヒー飲用の歴史について述べる。コーヒーの起源にはいくつもの伝説があるが、その内容は3つに大別できる。アルラーズイエチオピアでは高原地帯に自生するコーヒーの木の果実の種子が古くから食用にされ、現地の人間はボムを煮て食べていたと考えられている。エチオピアの奥地では、 ボムを煮て食べる習慣が長く残り、エチオピア南西部の奥地に住むオロモ族の間には、子供や家畜の誕生を祝って、コーヒーと大麦をバターで炒めるコーヒーつぶしの儀式が残る。また、エチオピアでは乾燥させたコーヒーの葉で入れたアメルタッサ、いったコーヒーの葉で入れたカティという飲み物も愛飲されている。古代ギリシャや古代ローマでコーヒーが食用にされていた。 あるいは取引の対象になっていたことを示す、確たる資料はなく、古代エチオピアに成立したアクスム王国で、コーヒーの利用、取引が行われていたことを証明する発見は、されていない。17世紀初頭、イタリア人、ペトロデラ・バーレによって、ホメロスのオデュッセイアに登場するネペンテスという飲み物が、コーヒーに相当する説が唱えられたが、後の時代ではデラ・バーレの説は、 否定的に受け止められている。他にも17から18世紀のヨーロッパでは、スパルタの人間はコーヒーを愛飲していた、旧約聖書にコーヒーに関する記述が存在する、といった説が持ち上がった。17世紀初頭のイスラーム世界の年代記、サッカー部ワッタイブ・アルガッツイーは、ソロモン号によって初めてコーヒーが入れられたと記している。やがてボンは、 アラビア半島に伝わり、アラビア語で、バンと呼ばれるようになる。コーヒー豆から抽出した飲料について、9世紀のイランの哲学者であり、医学者でもあったアルラーズイが、実著でコーヒー豆を指す、バンとその煮汁、バンカムについて記述している。バンカムは乾燥させたバンを薄ですりつぶして熱湯に入れてに出した飲み物であり、コーヒーの原型と考えられているが、 まだ豆は焙煎されていなかった。バンカムの入れ方については、イスラーム世界の学者イブンシーナーも詳しい記述を残している。しかし、ラーズイートイブンシーナーによるバンカムの解説には、コーヒーに含まれるカフェインが神経系統に及ぼす影響について述べられてはいない。バンカムは、イスラーム世界の寺院で飛躍として飲まれ、当初は一般の人間が口にする機会はなかった。 バンカムはイスラム神秘主義の修道者によって愛飲され、コーヒーの起源にまつわる三つの伝説にはいずれもスーフィーが関与している。スーフィーたちは徹夜で行う瞑想や祈りの時の眠気覚ましとしてバンカムを用い、宗教活動の中で引用されるンは彼らから神聖視された。やがてバンカムはカフアと呼ばれるようになる。スーフィーたちは夜の礼拝の時に カフアを飲用し、マジュールというボールにカフアを入れて仲間内で回し飲みをしていた。13世紀に入ってコーヒー豆がいられるようになると香りと風味が付加された飲料は多くの人間に好まれるようになった。豆が焙煎されるようになった経緯は不確かであるが偶然起きた何らかの事故で豆が焼かれた時に出た方向がきっかけになったと考えられている。トルコ、イラン。 エジプトでは豆の焙煎に使われた1400年代の道具が発掘されている。また、コーヒーの一般への普及に伴ってマジュールを製造していた投稿たちはコーヒーカップに相当する器の製造も手がけるようになった。15世紀以後にカフアはイエメンからイスラーム世界に広まる。イエメンのことザビードでは1450年頃にスーフィーによって コーヒーが飲まれていたことを証拠付ける考古学的資料が発掘されている。16世紀初頭にはカイロのアズハル大学でもコーヒーが飲まれていた。16世紀初頭のメッカ、メディナ、あるいはカイロのモスクではコーヒーを飲みながら礼拝を行うスーフィーの姿が多く見られたが、同時にコーヒー飲用の宗教的な是非が大きな問題となった。1511年にはメッカで 交換ハーイルベイミマルによって、コーヒー飲用の是非が図られた後、メッカうちのコーヒー豆が焼かれ、コーヒーを売買したものや飲用したものは無知うちに、処される、コーヒーの弾圧事件が起きる。翌年に、カイロから、コーヒーの飲用に随伴する、反宗教的行為の取り締まりのみを許可する通達が出され、ハーイルベイミマルは職を解任された。1525年、 26年には風紀を乱すとして、メッカうちのコーヒーハウスの閉鎖が命じられたが、コーヒー自体の飲用は禁止されなかった。だが、コーランでは、炭の食用が禁じられており、いったコーヒー豆が炭に酷似している点から、コーヒーの飲用がシャリアに抵触している疑義,義、あるいは、コーヒー自体がビドアに該当する懸念のため、コーヒーの飲用に対する反対意見はなおも出続ける。また、 コーヒーを供する店が政治的な活動の場、もしくは賭博や売春の場となり得たために国家から剣を押される。コーヒー弾圧の後もカイロやメッカではしばしばコーヒーの禁止令が出され、コーヒー店が襲撃される事件も起きる。コーヒーの産地であるイエメンでは、コーヒーとカートに互いの正当性について論争をさせる文学が現れた。トルココーヒートルココーヒーを入れる。 道具1517年、オスマイ皇帝セリム一世によるエジプト遠征の際にコーヒーがオスマン帝国に伝わったと言われている。アラビア語のカフアがトルコ語に添加してトルコに入ったコーヒーはカフベと呼ばれるようになった。トルコに伝わったコーヒーは一って砕いた豆を泡立つように煮出して飲まれトルココーヒーの名前で知られるようになった。オスマン帝国がコーヒーの産地である。 イエメン、エチオピア沿岸部を支配下に収めると、コーヒーの普及はより進み、サファビー朝が統治するイラン、ムガル帝国が統治するインドにも伝播した。コーヒーがもたらすであろう、利益に着目した商人は、イエメンの外に大量のコーヒーを持ち出し、小規模のスタンドや店舗でコーヒーを販売し、飲み物の宣伝を行った。1530年代に、 オスマン帝国の支配下に置かれていた北シリアのダマスカス・アレッポにコーヒー店が開かれる。1550年代にはイスタンブールにもコーヒーを供する店舗が開かれ、皇帝セリム2世紀の時代にはイスタンブールうちのコーヒーの店は600軒を超えていた。このような店舗はカフベハーネあるいは単にカフベと呼ばれ、庶民や知識人が集まって語り合ったり、 詩などの文学作品の朗読会を行う社交の場として広まった。しかし、地方のカフベハーネは、ならず者の,の溜まり場となり、1570年に、学者たちは、イスタンブールのカフベハーネを避難した。また、カフベハーネでは、政治的な議論の場にもなり、時には、権力者から弾圧を受けることもあった。1580年に、 コーヒーがワインと同種の飲み物であると公式に分類された後も、オスマン帝国内のコーヒーの消費は増え続ける。オスマン皇帝アフメと一世の知性に、コーヒー豆は炭になるほど強く火にかけられていないという見解が出され、コーヒーはイスラーム世界で公的に認可された飲み物となる。メッカにおいては、コーヒーはザムザムの泉の水と同じ効力のある黒いザムザムの水として飲まれ、 巡礼者たちはコーヒー豆を故郷に持ち帰った。また、オスマン帝国の貴族、交換の間にはコーヒーを供するにあたって厳格な作法が成立していた。初期のイスラーム世界のコーヒー店ではコーヒーは大鍋に入れて温められ小さな容器に移して客に供されていたと考えられている。イスラーム世界ではコーヒーに砂糖と牛乳を入れることはほとんどなく、 調味には主にカルダモンが使われていた。また、牛乳を入れたコーヒーは、ハンセン病の原因になるという迷信が存在していた。1600年頃のカイロで、コーヒーに砂糖が入れられ始められ、1660年頃に、中国に滞在していたオランダ大使ニーホーフがコーヒーに、牛乳を加える飲み方を始めたと言われている。17世紀のカイロを訪れた、ヨーロッパ人レスリンギウスは、 コーヒーの苦味をなくすために砂糖を入れる人間が現れていたことを知るし、トルコではコーヒーは甘くなくてはならないという格言が生まれた。オスマン帝国を訪れたヨーロッパの商人たちはコーヒーを後期の目で見、旅行機などで故郷の人間にコーヒーの存在を伝えた。ヨーロッパ世界でもコーヒーハウスが立つようになるとコーヒーの需要は増加するが供給源はイエメンに限られていた。 ヨーロッパの商人に対抗できる商品を探していたカイロのイスラーム商人たちはイエメンのコーヒーに着目しコーヒー交易を独占した。トルコ革命を経て成立したトルコ共和国ではコーヒーは生産されておらず消費量も少ない。だが茶がトルコの主要な飲み物となった後もトルコでは茶はあくまでも略式の飲み物であり。 コーヒーが正式な場で出される飲み物だと捉えられている。かつて、オスマン帝国の支配下に置かれていたこともある。ヨーロッパのバルカン半島でも、セルビア風の煮出し、コーヒーと共にトルココーヒーが飲まれている。インドのコーヒー農園世界第7位のコーヒー生産量を誇る。インドコーヒーのルーツは1600年代に遡る。コーヒーは、イエメンのイスラーム教寺院で栽培され、 厳重な監視下の中、持ち出しは一切禁止されていたが、イスラム教の聖者ババ、ブーダンは、イスラムのメッカ南イエメンで巡礼を終えると、インドを目指して帰国するときひそかに、コーヒーの種を7粒持ち出し、マイソールの標高1829メートルのチャンドラヒルに植え、その中の1粒が成長し、実をつけたと言われ、その後、インドネシア、オランダを通じて、世界中に電波、 アラビカ種の原種の一つであるティピカタネのルーツとなったと言われているが、ババブーダンにまつわる逸話の信憑性には疑問が提示されている。教皇クレメンス8世17世紀初頭のヨーロッパではコーヒーはまだ珍奇な飲料であり、植物学者や医学者以外の人間にはほとんど知られていなかった。1596年にフランスの医師、 植物学者のカロルス・クルシウスがイタリアの植物学者ベルスからコーヒー豆と豆の調理法に言及した書簡を送られた記録が残る。キリスト教徒の聖なる飲み物であるワインをイスラム教徒は飲めないため悪魔からコーヒーを与えられる罰を受けているとして悪魔の飲み物にあたるコーヒーの引用に反対する人間毛利、ローマ教皇はコーヒーに対する教会の見解を出すように求められた。 1600年頃に当時のローマ教皇クレメンス8世はコーヒーを裁判にかけるべく自ら味見をした。クレメンス8世はこの時にコーヒーの香りと味に魅了されたと言われ、クレメンス8世は悪魔の飲み物であるコーヒーに洗礼を施してキリスト教徒がコーヒーを引用することを公認した。研究者の中にはクレメンス8世は彼が裁判の前からコーヒーを愛飲しており、 自身の経験からコーヒー飲用の禁止の徹底が困難であると考えて公認したと推測する意見もある。17世紀前半、地中海貿易において主導的な役割を果たしていたベネツィアの商人を介してコーヒーはヨーロッパ各地に広まっていく。17世紀のヨーロッパ社会においてコーヒーはアルコール度数の低いビールやワインに代わる衛生的な飲料として受け入れられた。 また、コーヒーがもたらす覚醒作用も好意的に捉えられ、コーヒーはアルコール飲料と逆の性質のものとみなされるようになった。時に、コーヒーは万能薬のように紹介され、イスラーム世界のコーヒーと牛乳を一緒に飲むと、ハンセン病の原因になる、迷信も伝えられた。17世紀末からヨーロッパでは、コーヒーの入れ方を教授する書籍が、盛んに出版される。 コーヒーハウスも参照。ロンドンの家庭の主婦によるコーヒーハウスへの抗議文。カフェプロコープウィーンのコルシツキーゾイギリスでは1650年、51年にオックスフォードでコーヒーハウスが営業を始め、1652年には初めてロンドンにコーヒーハウスが開業した。最初はイギリスの人間にとってもコーヒーは馴染みのない飲み物であり、コーヒーハウスの近隣の住民が コーヒーの悪魔の匂いの対象を訴え出た記録が残っている。初期の反発にもかかわらずコーヒーハウスは順調に数を増やしていき、1666年に起きたロンドン大火で多くのコーヒーハウスが消失したものの、17世紀末には数百件から3000件に上るコーヒーハウスが存在していた。コーヒーハウスの拡大を受けて、1674年に夫が コーヒーハウスに入り浸っていることを非難し、コーヒーが性的不能の原因となることを主張する、ロンドンの家庭の主婦による、声明文は発表される。そして、コーヒーの有害性を非難する、ロンドンの家庭の主婦に対して、男性たちのコーヒーへの弁護も公開された。コーヒーハウスは、ロンドンにおける社交、小取引の場として、多くの客に利用されたが、18世紀半ばから、 ロンドンのコーヒーハウスの数は減少していく。コーヒーハウスに代わる社交場として、クラブ、ティーハウスが台頭し、イギリスの家庭には紅茶が定着する。フランスでは、1669年にオスマン皇帝メフメト4世によって派遣された施設スレーマンアガがルイ14世にコーヒーを献上したことをきっかけに、上流階級にコーヒーが広まった。 1671年にマルセイユにフランス最初のコーヒーハウスが開業した時、商売的のワイン商たちから強い反発を受けた。ワイン商の要求を受けた医師が、コーヒーが健康に及ぼす悪影響を主張したにもかかわらず、コーヒーはフランスで人気を得ていった。1672年にアルメニア人商人パスカルによって、パリ最初のコーヒーハウスが開かれ、 エスファハーン出身のイラン人グレゴワールは劇場に集まる俳優や批評家を対象としたコーヒーハウスを開いて成功を収める。1686年にはカフェプロコープが開店し文人や政治家などの多くの人間が議論を交わした。また、かつてのフランスではコーヒーが心身に悪影響を及ぼすという迷信が広く知られており、コーヒーの毒性を消すために コーヒーに牛乳を入れるカフェオレが考案された。オーストリアにはオスマン帝国との戦争にまつわるコーヒーとコーヒーハウス電波の有名な逸話が存在している。先にフランスに施設を派遣したメフメト4世は1683年に第二次ウィーン包囲を行うが失敗に終わる。第二次ウィーン包囲でヨーロッパ諸国のスパイとして活躍したゲオルク・フランツ、コルシツキーが オスマン軍が放棄した物資の中から発見されたコーヒーもみを手に入れ、戦後ウィーンに初めてコーヒーハウスを開いたのがオーストリアにおけるコーヒーの始まりだと言われている。また、コルシツキーをメランジュの考案者とする伝承も存在する。しかし、ヨーロッパ側が獲得した戦利品にコーヒーが含まれていないなどの理由によって、逸話の信憑性は疑問視されている。 ウィーン包囲から20年近く前の1665年にウィーン駐在のオスマン大使カラマフムトパシャによって町にコーヒーが紹介され1666年にカラマフムトが帰国した後にコーヒーが販売されるようになったことが記録に残されている1683年のウィーン包囲より前に町にはすでに2つのコーヒーハウスが存在していたとも考えられている 客が牛乳、生クリームなどの量を調節して自分好みのコーヒーを注文できる点がウィーンのカフェの特徴であり、アインシュッペナーなどの飲み方が知られている。かつてオスマン帝国の支配下に置かれていたハンガリーでは16世紀末からコーヒーが知られていた。1541年のブダ観落の直前、オスマン軍の陣営に階段に赴いたハンガリーの死者が黒いスープとして コーヒーを出された逸話はよく知られており、黒いスープという言葉は不吉な意味合いを持つようになった。ドイツには1670年頃にコーヒーが伝わり、当初は上流階級に贅沢品として愛飲されていた。1679年80年頃にハンブルク1721年にベルリンにコーヒーハウスが開業18世紀後半にはビールに変わる飲み物として、 一般家庭に普及した。ライプツヒではコーヒーが大流行し、街で最初のコーヒーハウス、カフェ・ボームには、ザクセン選定校、フリードリヒ・アウグスト一世も訪れたと言われている。1760年代から1780年代にかけて、身分秩序の維持とコーヒー輸入の抑制を目的として、庶民を対象としたコーヒー禁止令が、ドイツ各地で施行された。 プロイセンをフリードリヒ2世は国内の経済を脅かすコーヒーの商品の抑制を試み、王立の企業にコーヒーの製造を独占させた。1766年にプロイセンへのコーヒー輸入は統制を受け、1777年にフリードリヒ2世はコーヒーの禁止を布告した。ドイツの庶民の間では本物のコーヒーの代わりにチコリ。 大麦などの他の作物を加工した代用コーヒーが飲まれることが多く、ドイツのコーヒーといえば長らく代用コーヒーを指す時代が続いた。庶民は高い屋台がついた本物のコーヒーを飲む時には少量のコーヒーを多量の湯で割って飲んだ。また、プロイセンでは供給が断たれたコーヒーの密輸が横行し、コーヒーへの関心はより高まった。1786年に、 王立企業のコーヒー産業の独占は廃止され、フリードリヒ2世の死後に規制は解除された。チコリを使った代用コーヒーは、ナポレオンの大陸風鎖令によって、コーヒーの供給が途絶えたフランスでも飲まれ、ナポレオンの失脚後もチコリの代用コーヒーは、飲まれている。17世紀から18世紀初頭にかけての間に、ベネツィアにもコーヒー店が誕生する。ベネツィア共和国末期には、 多くのカフェが営業し、様々な階層の人間が集まる社交の場となった。ベネツィアのカフェは、売春や賭博の場にもなり、政府によって、しばしば風紀の引き締めを目的とした規制が実施された。二度にわたるカフェ撲滅運動の後も、市民の抵抗によってカフェは生き残る。1720年に開店したカフェフローリアンは、政府の規制と同業者との競争をくぐり抜け、 ヨーロッパ最古のカフェとして営業を続けている。17世紀末にはロシアでもコーヒーが知られるようになった。イギリス人医師サミュエル・コリンズはモスクワ大公アレクセイ・ミハイロビチにコーヒーを薬として処方した。ピョートル一世は社交界にコーヒーを普及させようと試み、彼以降の皇帝もコーヒーを愛飲していた。しかし、茶がロシアの国民的飲料となったのに対して、 コーヒーは、貴族、インテリ、芸術家が好む飲み物に留まっていた。スカンディナビア半島には18世紀まで、コーヒー、茶といったカフェイン飲料は普及していなかったが、1746年に、スウェーデンで、コーヒーと茶の角の飲用を批判する声明が出される。コーヒーが有害な飲料であると示すため、18世紀後半に、スウェーデン国王グスタフ3世が、 人体実験を実施したという心理不明の逸話が存在する。スウェーデンでは1820年代初頭までコーヒー禁止令が数度出されたが、スウェーデン政府がコーヒーの引用を認めて以降、スウェーデンは世界でも上位のコーヒー消費国となる。北、アメリカには1640年頃にオランダによって、あるいは1670年頃にイギリスによって、 コーヒーが持ち込まれたと考えられている。初期のアメリカでは民衆の飲み物は紅茶であり、コーヒーは贅沢品でしかなかった。1683年頃にニューヨークはコーヒー豆の国際的な取引場となり、イギリスと同様にニューヨーク、ボストンでも続々とコーヒーハウスが開店する。アメリカ独立の機運が高まる中で起きたボストン茶会事件は、 アメリカ国民の茶への関心を薄れさせるきっかけとなる。1812年から1814年にかけての米英戦争で紅茶の供給量が減少し、コーヒーへの関心が高まった。独立後のアメリカには、ハイチ、マルキニーク島、ブラジルから多量のコーヒーが流入したために価格が下落し、次第にコーヒーが茶にとって変わっていった。また、 コーヒーにかけられる関税は低く、1832年に関税が廃止されたこともコーヒーの普及の一因となった。1783年のアメリカが主国民一人、あたりのコーヒーの年間消費量は約25グラムに過ぎなかったが、1830年代までに年2.3キログラム以上のコーヒーを消費するようになった。しかし、 1830年代の時点ではまだコーヒーは贅沢な嗜好品であり、一般の人間に日常的に引用されるまでには至っていなかった。輸送手段と放送技術が発達していなかった時代、シンシナティやオマハで荷上げされた豆の品質は悪かった。劣化した豆で入れたコーヒーにはサビ、インディゴ、牛の血などが着色料として添加され、風味を補うために豆と一緒に シナモン、長寿、ココア、玉ねぎが焙煎された。19世紀初頭の北、アメリカでは、コーヒーは煮出した苦いコーヒーに牛乳と砂糖を入れて、飲まれ、カップに浮かぶ、豆のカスを沈めるために卵、うなぎの皮などが混ぜられる場合もあった。やがて鉄道の発達、蒸気船の導入によって、鮮度を保ったまま、豆を輸送することができるようになる。1870年代に、 ラテンアメリカからの大量のコーヒーが世界中に出荷され、輸送、焙煎、包装の技術革新によってコストが削減されるとコーヒーの市場価格は下がりコーヒーの大衆化が進んだ。1920年から禁酒法が施行された時には酒の代用品としてコーヒーの需要が高まった。第一次世界大戦期にジョージ・ワシントン社が出した。 インスタントコーヒーの広告ヨーロッパに広まったコーヒーは多くの人に飲まれるようになるにつれイブリクというポット状の容器に入れて煮出すトルコ式の入れ方から大型の水差し型の容器に豆を入れて煮出すようになるやがて煮出したコーヒーに混ざる豆の数を取り除くために粉末にした豆を朝の袋に入れて煮出す方法が考案され袋が次第に短くされて布ドリップに発展した 1763年にフランスのドン・マルティンによってネイル付きのドリップポットが発明され、1800年頃にル・ベロワが改良したポットは後世のドリップポットの原型になった。1908年にはドイツのメディータ・ベンツ夫人によって使い捨てのペーパードリップが発明され、ペーパードリップは大成功を収める。式のコーヒーの発達とは別に19世紀初頭に トルココーヒーのポットを参考にした深海法の器具が発明され、1842年にフランスでコーヒーサイフォンの原型となる器具が発明される。水蒸気を応用したエスプレッソ方式はイタリアで改良が進められ、フランス、ドイツなどにも伝えられる。各地に広まったエスプレッソコーヒーはそれぞれの土地で独自の入れ方が追求された。フランスでは コーヒーの風味を追求して、パーコレータなどの新型のコーヒーポットが開発され、アメリカでは大量生産に重点を置いた、焙煎機、包装技術の改良が試みられる。1864年に、ジェイベズ・バーンズによって、自動的に豆の中身が取り出されるように改良された、焙煎機が開発された。従来は、コーヒーの消費者は、それぞれの家庭で買った豆を焙煎していたが、 1865年頃にピッツバーグで初めて焙煎済みの豆が販売される。消費者に焙煎済みの豆を売り出す発想はすぐに広がり、製品の供給のために大型の焙煎機が発明された。コーヒーの鮮度を保つ包装方法としては真空パック、バルブなどがあり、風味の劣化の原因となる豆の酸化を抑えるための工夫がされている。1901年には、 ニューヨーク州バッファローで開催されたパンアメリカン博覧会で日本人科学者の加藤サトリによって世界最初とされるインスタントコーヒーが出展される。ソリブルコーヒーはツイグラーの北極体験隊によって買い取られたがインスタントコーヒーは当時の消費者の関心を引きつけるには至らなかった。インスタントコーヒーは第一次世界大戦と 第二次世界大戦中のアメリカ軍兵士に歓迎され、第二次世界大戦後に世界中に広まっていった。1960年代までに手間を要さないインスタントコーヒーの消費量は増加していき、家庭調理用コーヒーの約3分の1を占めるまでになった。ソビエート連邦時代のロシアではトルコ風の煮出し、コーヒーが飲まれ、ドリップやフィルターはあまり普及しなかった。 良質なコーヒーの入手が困難なこともあり、ロシアでは泥臭いコーヒーよりも輸入品のインスタントコーヒーが好まれていた。一方、世界規模でのコーヒーの普及に伴い、コーヒーに含まれるカフェインの作用と有害性への批判が高まった。20世紀初頭のドイツでは、コーヒーからカフェインを取り除く技術が発明される。脱カフェインをうった代用コーヒーが多く発明され、 その一つとして、ポスタムが知られている。日本における、喫茶店の歴史も、参照館コーヒー日本には18世紀に、長崎の出島に、オランダ人が持ち込んだと言われている。出島に出入りしていた一部の日本人がコーヒーを引用していたと考えられ、出島に出入りすることが許されていた、丸山遊郭の遊女の中には、オランダ人からコーヒーを贈られた者もいた。 コーヒーについて言及された日本最古の本の一つと考えられている、鈴木忠夫の万国歓喜にはわずかながらも記述が存在し、天明年間に日本語に訳された公毛本像には、コトーヒーというので、コーヒーの詳細な説明がされている。江戸幕府が敷いていた、鎖国政策のため民衆にコーヒーが行き渡らず、また風味が日本人の思考に合わなかったため、 伝来から普及までに長い時間を要した。1804年にコーヒーを飲んだ、大田南保は、焦げ臭くした味フルに、たたえずという感想を残した。ヨーロッパ文化に関心を抱く蘭学者やイカは、コーヒーを飲んだ感想を記し、大国や高台ナなどの国外に漂流した者も,も、漂着先でコーヒーを引用した。幕末期の1856年、日本へのコーヒー輸入が開始される。 1856年頃には、蝦夷地に駐屯する爆心に、歓気を防ぎ、出者を払うために、コーヒー豆が支給された記録が残る。この時に、津軽藩も派兵していた。当時は、コーヒー豆を黒くなるまで入り、すり鉢で粗引きした後に麻袋に入れて、湯に浸していた。こうした、当時の抽出方法を、成田仙蔵コーヒー店が、藩士のコーヒーとして再現。 津軽地方の一部喫茶店で提供されている。開国後の1864年、横浜に設けられた外国人居留地の西洋人を対象としたコーヒーハウスが開店した。欧風の食文化が日本で紹介されるとコーヒーも飲まれるようになり、1868年にコーヒー豆が正式に輸入されるようになった。翌1869年に、 横浜で一万国新聞を発行していた外国人エドワルズが日本初のコーヒーの宣伝広告を打ち出し、1875年には潜水新米による日本人初のコーヒーの販売広告が読売新聞市場に出された。1872年に出版された日本で最初の西洋料理解説書、西洋料理市南ではカフヒーの名で飲み方、入れ方が紹介されている。 日本本土より南方にある小笠原諸島では気候が温暖で欧米系島民が幕末期から定住していた影響もあり1878年と日本で最も早い。しかし明治初期にコーヒーを引用していたのは上流階級の一部に限られ一般層にも普及したのは明治末期から大正初期にかけての時期になってからである。コーヒーは 牛乳の臭みを消す香料としても使用され、後にはコーヒー牛乳が考案される。1899年に加藤悟りが真空乾燥法によるインスタントコーヒーの製造に成功するが、当時の日本に販路は存在しておらず、アメリカに渡って1901年のパンアメリカン博覧会で発明品を公開する。日本で最初の本格的なコーヒー店は、 1888年4月に上野に開かれた下避査官だとされている。他、1876年に下岡蓮城が浅草で開いたコーヒー査官、1878年12月26日の読売新聞に新聞広告を掲載した神戸元町の方向道、1886年に日本橋で開業したらいうれ亭が、 カヒサカンより前に存在していたコーヒー店として挙げられることもある。ブラジル移民政策を推進した実業家、水野龍は、ブラジル政府から功績を検証されて5年間のコーヒー豆の無償給付を受け、1913年に日本にカフェパウリスタを設立する。1913年から1917年までの間に年7500票。 1918年から1922年までの間に年に1 5 0 0票のコーヒーが無償で供給されたが、1923年にブラジルの政変によって無料供給は断絶し、同年の関東大震災によってカフェパウリスタの経営は大打撃を受けた。だが安価なコーヒーを提供したカフェパウリスタは大衆館へのコーヒーの普及を推進し、 日本各地に店舗を持つカフェパウリスタの成功は地方都市のコーヒー市場を活性化させた。コーヒー店とミルクホールによってコーヒーは一般の人間にも広く飲まれるようになり、1937年、38年頃までコーヒーの黄金期が続いた。しかし、昭和初期の日本ではコーヒーは飲食店で飲まれるだけに留まっており、まだ一般家庭の食卓に普及していなかった。 第二次世界大戦の開戦により、コーヒーの輸入量は激減する。1950年に輸入が再開されるまでの間、一般家庭では、大豆や百合の根などを調理した代用コーヒーが飲まれていた。1960年に日本でもインスタントコーヒーが発売され、インスタントコーヒーは家庭でのコーヒーの消費を推進した。1958年には、富山食品から、 世界初とされる缶コーヒー、ダイヤモンド缶入りコーヒーが発売されるが、缶コーヒーの売れ行きは上がらなかった。上島コーヒー本社は1970年の大阪万博をきっかけに缶コーヒーの売り上げを伸ばしていった。ベトナムコーヒーを入れるポット韓国では、第二次世界大戦後にアメリカの影響を受けてコーヒーが普及した。東南アジアでは、 コーヒーは主に輸出用の作物としてヨーロッパ諸国から導入され植民地が消滅した後には現地の人間の日常生活の中で飲まれるようになった。フランスはベトナム、ラオスでコーヒー栽培を開始し独立後も両国にコーヒーを飲用する習慣が残った。ベトナムでは深入りの細かく砕かれた豆でコーヒーが入れられており、 アルミ製のフィルターでこして飲まれている。練乳を入れたカップの上にフィルターを置いて、湯と引いた豆を注ぎ、コーヒーと練乳をかき混ぜて飲むベトナムのスタイルは、ベトナムコーヒーとして知られている。ラオスでは、ネルドリップによって入れたコーヒーに練乳が加えられて、飲まれ、甘口のコーヒーは、カフェラーオーと呼ばれている。インドネシアでは、焦げるほど強く焙煎して、 粉状にした豆に黒くなるまでいったトウモロコシを配合し、多量の砂糖を入れたコーヒーが飲まれている。17世紀以来オランダが多くのコーヒープランテーションを設置したジャワ島では、多量の砂糖やコンデンスミルクが入れられたコーヒーが農民のエネルギー源になっている。列強諸国の植民地とならなかったタイでは、コーヒー栽培は行われず、苦いものが敬遠される傾向もあって、 コーヒーを飲む習慣は存在していなかった。20世紀末からタイでもコーヒーの飲用が広まり、砂糖と粉末ミルクを加えて甘くしたアイスコーヒーが好まれている。1692年のモカコウの後継最初に栽培されたコーヒーの木はエチオピア高原が原産のアラビカ種である。アラビカ種発祥の地であるエチオピア、ケニア、タンザニア、 マダガスカルなどにはコーヒーの木の自然林が繁茂している。品種改良を重ねられて生まれた多くの種の中で最もオリジナルの品種に近いと考えられているものはティピカダネとブルボン種のコーヒーである。16世紀以前にコーヒーの栽培が行われていたことを証明する考古学的資料は確認されていない。16世紀にオスマン帝国で コーヒーが普及するとイエメンの山岳地帯でコーヒーが栽培されるようになるがコーヒーがエチオピアからイエメンに渡った経緯については不明確であるイエメンに導入されたコーヒーの木の原産地はエチオピアのカフファあるいはハラール近郊だと考えられているコーヒーの語源についてカファの地名が添加したものとする説が存在する17世紀に入りヨーロッパ各国に コーヒーが普及し始めると、イギリス、フランス、オランダの東インド会社がこぞって、イエメンからの輸入取引を始める。コーヒーの積み出しが行われた、イエメンの小さな港の木カが、コーヒーブランド、モカコーヒーにもなった。コーヒー貿易を独占するため、木カから出荷される豆には加熱して発芽力をなくす、加工が施され、豆の密輸を企てた商人には、罰金刑が科された。 1610年頃にイスラム教徒ババ、ブーダンによってインドのマイソールにコーヒーの生豆が持ち出されて栽培が始まる。1696年、インドのマラバールの司令官、アドリアン・フォーン・オメインがマラバール海岸のカンヌール港からジャワ港までコーヒーの苗木を運び、バダビア近郊のカダワン農園に植えられる。生産量が少なく高価なモカコーヒーは、 ヨーロッパの植民地で生産された安価なコーヒーに駆逐されるが東アフリカで生産されてイエメンのアデムから出荷されたドイツのコーヒーはモッカのブランドを冠して売られた。コーヒーを移送するドクリュレイユニオン島のコーヒープランテーション17世紀、ヨーロッパの商人たちはエジプトで購入したコーヒー豆をヨーロッパで転売して多額の利益を得ていた。その中で オランダの商人は自分たちで栽培した豆を売って利益を得ようと考え、1658年にオランダ東インド会社がスラワイシ島、セイロン島へコーヒーの苗木を持ち込んで栽培を試みた。さらに1680年にオランダの植民地であるジャワ島に木下から取り寄せられたコーヒーの木の苗木が植えられ、1696年にバタビアにプランテーションが設置された。 1706年ジャワからアムステルダム植物園にコーヒーの木が届く。この木の種子が1715年頃スリナムで育てられフランス領ギアナへ伝わった。さらに1726年ブラジルへ持ち込まれ大規模栽培へつながる。1723年には1711年12年にヨーロッパに初めてジャワコーヒーがもたらされる。 アムステルダムの趣旨はパリの王立植物園にも届き、1727年にはそこからモーリシャスに伝えられた。1830年に総督ファンデンボスによって実施された強制栽培制度ではコーヒーも栽培作物の一つに指定される。1731年にオランダは一時的に停止していたセイロン島でのコーヒー栽培を再開するが、 1880年頃に、セイロン島のコーヒーは、サビ病で壊滅し、島では、茶の栽培が始められた。ジャワ島のコーヒーもサビ病で壊滅し、従来植えられていたアラビカ種に変えて病虫害に強い、ロブスタ種が栽培されるようになる。オランダからの独立を達成した後のインドネシアでは、小規模農家によるコーヒー栽培が主流になる。スマトラ島。 スラウェシ島に残ったアラビカ種のコーヒーは、それぞれマンデリン、トラジャとして知られている。また、アチェ、バリ島、ティモール島も良質なコーヒーの産地となっている。1714年に、ジャワのコーヒーの木がフランスに寄贈され、パリの王立植物園の温室に植えられる。1723年に、西インド諸島のマルティニーク島の訓人、ガブリエル・マテュー・ドゥクリューの探願により、 パリのコーヒーの木の一本がマルティニーク島に移植されることになる。コーヒーの木はガラスケースに入れられて慎重に移送され、海賊の襲撃や暴風雨、ななどの危機に遭いながら、コーヒーの木は無事にマルティニーク島にたどり着いた。1730年に西インド産のコーヒーがフランスに輸出され、余剰分は地中海東部に出荷された。 ヨーロッパアラブ世界に逆輸入された西インド産の安価なコーヒーは高価なイエメン産のコーヒーにとって変わって市場で中心的な位置を占めるようになった。インド洋に浮かぶフランス領のブルボン島はブルボン州のコーヒーで知られている。レユニオン島では1711年に島に自生するコーヒーの木が発見されたが島に自生するコーヒーは苦みが強く、 二年ごとにしか収穫できないため、マロンコーヒーと並行して、モカから輸入された苗木が栽培された。1715年から栽培が開始されたモカの苗木は現地で栽培されていたアラビカ種の突然変異種と考えられている。島で生産されたブルボン種のコーヒーは南アメリカにも伝播するが、イギリス東インド会社が出荷するコーヒー、ヨーロッパに近い位置にある、 フランス領西インド諸島で生産されたコーヒーに押し出されていく。1805年のサイクロンで島のコーヒープランテーションが壊滅した後、1810年にルロイシュが島に持ち込まれる。ブラジルにおけるコーヒー生産も参照コーヒー農園で、刺激される奴隷ブラジルのコーヒープランテーションとノーミングクリューが持ち込んだコーヒーの木の子孫は、マルティニーク島からラテンアメリカ各地に広がり、 スリナム、ハイチ、キューバ、コスタリカ、ベネズエラでもコーヒーの栽培が始められた。中でもハイチは18世紀後半までコーヒーの一大産地となっていたが、18世紀後半から19世紀初頭にかけてのハイチ革命を経て、ハイチでのコーヒーの産出量は激減した。1732年にマルティニーク島からイギリス領のジャマイカに移植され、 ブルーマウンテンの起源となった。低価格のアラビカ種のコーヒーが多量に生産される。ブラジルは国際社会におけるコーヒーの流通や価格設定に強い影響力を有している。ブラジルのコーヒー電波にまつわる有名な伝承として1727年にフランス領ギアナとオランダ領ギアナの間に起きた紛争の仲裁のために派遣されたブラジルの施設パレータが コイン中に落ちたフランス大理想徳夫人からコーヒーの種を託されたという逸話が知られている。1773年、74年にフランシスコ会の修道士によってリオデジャネイロの聖アントニオス修道院の庭に種子が植えられた記録が残る。フランス皇帝、ナポレオンの大陸風されを経験したヨーロッパで砂糖の自給が可能になった後、ブラジルは砂糖に変わる。 輸出品としてコーヒーに着目した。ブラジル皇帝ペドロ1世は国内の農業を振興し、1818 18年にサントスから出荷されたブラジル産のコーヒーがヨーロッパに向けて輸出された。ペドロ2世の即位後にリオデジャネイロ州でコーヒー栽培が本格的に行われるようになり、コーヒー栽培はミナスジェライス州、サンパウロ州にも拡大した。 1870年代に、ブラジルのコーヒー栽培の中心地は、リオデジャネイロ州から、ミナスジェライス州とサンパウロ州に移る。大規模なプランテーションと、奴隷制度に基盤を置いた栽培によって、ブラジルは19世紀のコーヒー市場を席巻する。1888年に、ブラジルで奴隷制度が廃止された後、賃金の安価なヨーロッパ経営移民が、コーヒー産業に従事した。 旧来の大土地所有者から転身したコーヒー農園主をはじめとする支配者層の主導で、ブラジルのコーヒー産業は拡大していくが、彼らが農園で実施した焼き畑農業は大規模な環境破壊を引き起こした。20世紀初頭からブラジルではコーヒーが過剰に生産される状態が慢性的に続き、周知事たちは価格の暴落の阻止に苦慮する。 生産量の増加に伴うコーヒーの低価格化に、際して1902年にブラジルをはじめとするラテンアメリカのコーヒー生産国はニューヨークに代表者を派遣し、初めてコーヒーの生産と消費を考える国際会議を開催した。第一次世界大戦直前のブラジルでは国内生産の約90%をコーヒーが占め、その多くがアメリカに輸出された。 第一次世界大戦中、アメリカとフランスは余ったコーヒーの買い取りを条件に、ブラジルに連合国側への参戦を要請し、余ったコーヒーが売却された。1920年にアメリカで禁酒法が施行された際にアメリカは、ラテンアメリカ各国からコーヒーを大量に輸入し、ブラジルにコーヒーバブルが到来する。しかし、1929年に、 コーヒー消費国を襲った世界恐慌によってブラジルのコーヒーバブルは崩壊する。コーヒーの価格は50%以上下落し、コーヒー栽培に従事する労働者の賃金も50から60%削減されて大量の失業者が現れる。余ったコーヒーは会場に投棄焼却され約4700万袋のコーヒーが破棄された。1930年に ブラジル政府はネスレに過剰に生産されたコーヒーの引き取りを依頼し、1938年にスイス、翌1939年にアメリカ合衆国でネスカフェの販売が開始される。コロンビアコーヒーのイメージキャラクターであるフアンバルデスブラジルを除くラテンアメリカ各国では、小規模生産によるコーヒーの栽培が行われる。1821年に独立したコスタリカは、 経済的自立を達成するためコーヒー栽培に力を入れ、サンホセでは住民に土地との木を配布してコーヒー栽培が推奨された。コスタリカのコーヒー農園では労働者の自給用の食料も栽培されており、コスタリカのコーヒー栽培はブラジルなどのコーヒー生産国に見られるモノカルチャーとは異なる傾向を見せている点に特徴がある。 コスタリカは低価格のコーヒーを輸出するブラジルとの競争を避けて高品質のコーヒーの生産に特化し、コスタリカで生産されたコーヒーはヨーロッパで人気を得る。1920年代からアメリカへのコスタリカコーヒーの輸出量は増加。第二次世界大戦後のコスタリカコーヒーはアメリカを主要な市場とし、なお、コスタリカのコーヒーの品質は高い評価を受けている。 コロンビアには18世紀末から19世紀初頭にかけての期間にコーヒーが伝わった。19世紀半ばのコロンビアでは内陸部のサンタンデール地域でコーヒー栽培が行われていたがコーヒー産業はブラジル、コスタリカに遅れをとっていた。1870年代に世界規模のコーヒー需要の高まりが起きるとサンタンデル、クンディナマルカ県、アンティオキア県で コーヒー栽培が活発化する。コロンビアではコスタリカよりも品質が高いコーヒーを大量に生産することが目標とされ、1870年代から1910年代にかけてコロンビアにも周辺国より遅れてのコーヒー産業の拡大期が訪れた。コスタリカと同様にコロンビアのコーヒー農園ではコーヒー以外の作物も栽培され、 それらは労働者の食料や売買に充てられた。20世紀初頭にはコロンビアのコーヒーの品質は国際市場で高い評価を受けるようになり、コーヒー産業は輸出産業として確立された。コロンビアでは品種改良が盛んに行われ、直射日光に強い体制を持つコロンビアなどの新品種が開発されている。グアテマラではラファエル・カレーラによって、 コチニールに代わる商品として、コーヒーの栽培が開始された。グアテマラでのコーヒー栽培では、先住民であるインディオが酷使され、反乱、農地からの逃亡が頻発した。19世紀末に、グアテマラに増加したドイツ系移民は大規模なコーヒー農園を開き、彼らによって近代的な技術がもたらされる。1817年に、スペイン人によって、カウアイ島のに、 コーヒーが移植されたのがハワイにおけるコーヒー栽培の始まりとされている。1825年にマノアで本格的なコーヒー栽培が開始され、1828年には粉でもコーヒーの栽培が始められる。天災、病虫害、峠業への転換によってコーヒー農園は減少していき、コーヒー栽培に最も適した粉に農園が集中するようになる。当初は 現地人がコーヒー栽培に従事していたが、次第に移民がコーヒーウガンダに居住するウガンダ族には、血命の儀式の際にロブスタシュのコーヒー豆を噛む習慣があり、1862年にウガンダに入り込んだ探検者がロブスタシュのコーヒーを発見する。1898年にベルギー領コンゴでロブスタシュが再発見された後、ロブスタシュの栽培が始められた。 当初風味の悪さからロブスタ種シュは市場で敬遠されていたが価格を武器にして世界中に広まっていく。第一次世界大戦中にオランダでロブスタ種シュが流行し、1920年頃にはジャワ島で生産されるコーヒーの約80%がロブスタ種シュで占められるようになる。オランダのロブスタ種シュの流行に続きインド、セイロン島、 アフリカでもロブスタ種の生産が始められるようになった。1956年には世界で取引されるコーヒーの22%をロブスタ種が占めるようになり、これまでロブスタ種を忌避していたニューヨークコーヒー取引所も1960年にロブスタ種を公認した。ロブスタ種の一大生産地であるベトナムでの生産量の増加によって2000年から2001年には 世界で流通するコーヒーの約40%がロブスタ種となる。他、1870年以降は、リベリア原産のリベリカダネが栽培されている。リベリカダネは気候への順応力は、高いが病気に弱く、栽培される地域は、リベリア、スリナム、コートジボワールなど一部の国に泊まり、出荷される地域も限られている。1870年代にサビ病が流行した時に、 アラビカ種に代わる品種としてリベリカ種に注目が集まったがサビ病に弱く生産性も低いため普及には至らなかったベトナムのコーヒープランテーションエチオピアと近接するケニア、タンザニアには長らくコーヒーが伝播していなかったが1893年にカトリックの宣教師によってレユニオン島のコーヒーがもたらされる1900年代にキリマンジャロ山でボーア人 イタリア人、イギリス人、ドイツ人がコーヒーの栽培を始めるべく定住し、1909年にはキリマンジャロの南の斜面に28のプランテーションが存在していた。ドイツ政府はキリマンジャロの定地がコーヒー栽培に適していると考えて、自国民の農地として確保し、残った高地を現地に居住する茶家族の農地として割り当てたが、政府の計算に反して、 良質のコーヒーは高知で産出された。コーヒーがケニア経済の中心となると栽培法や病害虫の対策の研究が進み、ケニアのコーヒー栽培は急速に発展した。キリマンジャロでは現地の人間がコーヒーの栽培、販売に携わり、ヨーロッパ人が助言者として協力する体制が出来上がり、両者が共同で経営するコーヒーの加工工場が建てられた。 エチオピアを除くアフリカ諸国では自国で栽培されるコーヒーのほとんどは輸出され国内消費量は少なくなっているアフリカの発展途上国からヨーロッパの消費国にコーヒーが流れていく構図からコーヒーは歴史的な植民地体制に基づく生産物にも例えられているアフリカの植民地が独立した後もヨーロッパ各国は かつての自国の植民地で生産されるコーヒー豆を好んで消費する傾向がある。1740年にはスペインの生殖者によってフィリピンにコーヒーが伝えられたが19世紀末のサビ病の大流行の後は大規模栽培は行われなくなる。1887年にフランスの植民地とされたベトナムでコーヒーが導入され、 栽培されたコーヒーは主に現地のフランス人社会で消費された。1990年代からベトナムでのロブスタ種のコーヒーの生産量が大幅に増加し、1999年までにブラジルに次ぐ世界第2位のコーヒー生産国となった。中国雲南省の保山にはタバコ栽培からコーヒー栽培に添削した農家が現れた。日本においては沖縄、 小笠原諸島で生産、販売されている。明治11年に官農局の武田商事によって、ジャワ島で入手した苗を、小笠原で栽培を試みたのが最初とされる。しかし、病害虫が流行し、また経済性で砂糖キビ栽培に及ばないため、コーヒー栽培は中止される。武田は、小笠原の食産のために、養蜂や牧畜と共に、コーヒー栽培を試みた。 オランダをつてとして、現在のインドネシアから、ロブスター種とリベリカ種ネ7品目が持ち込まれたことが記録されている。小笠原でのコーヒー栽培を提唱した、田中義雄の息子である、田中節太郎は、八重山諸島で、コーヒーの栽培を開始した。昭和初期に、台湾でコーヒー栽培が試みられたが、サビ病によって成功せず、第二次世界大戦後に、 奄美群島で行われたコーヒー栽培は、台風の被害と収穫量の少なさに起因する利益の低さより、栽培は中止された。ありがとうございます。